森裕子は、日本の政治家、立憲民主党所属の参議院議員、立憲民主党副代表、参議院幹事長、拉致問題対策本部長、文部科学副大臣、国民の生活が第一幹事長代行、日本未来の党副代表、生活の党代表、党代表代行、自由党幹事長などを歴任した、新潟県新津市出身、新津市立新津第五中学校、 新潟県立新津高等学校、新潟大学法文学部英文科卒業。大学在学中より、ディスカウントストアチェーン創業に参画し、子育てをしながら英語塾を経営する。その後、公民館に勤務しながら、介護ボランティアグループの組織づくりに努め、町おこし塾、阿賀の里づくり、横越会長、ミニコミ師、夢ット、初代編集長を務める。また、 新潟県女性海外派遣事業や全国農業会議所主催の西欧農業、女性事情調査団などに加わって、北欧や西欧を視察後、新潟県女性財団で企画委員、企画部長を務める。1999年、中間原郡横越町町議会議員選挙に初当選。横越町議会初の女性議員となる。 2000年6月に行われた第42回衆議院議員総選挙で自由党、菊田真紀子の選挙を手伝った縁で、翌2001年3月、自由党からの出馬要請を受ける。2001年7月、第19回参議院議員通常選挙に家族の後押しにより新潟県選挙区から出馬し、初当選。2003年、静岡空港建設反対の 国会議員署名活動で署名者に加わる。民意氏し合併に伴い民主党に移る。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に新潟県選挙区から民主党公認で立候補し、再選される。2011年、野田内閣で文部科学副大臣に就任。2012年、 野田内閣による消費増税法案の閣議決定に抗議して3月30日に文部科学副大臣の辞表を提出し、4月4日の持ち回り閣議で了承された。7月2日には民主党に離党届を提出し、7月3日に受理された。同月11日に国民の生活が第一の決闘に参加し、党幹事長代行県参議院幹事長に就任。 11月28日には、滋賀県知事、加田幸子が結成した日本未来の党に参加し、東副代表に就任した。2012年12月27日、日本未来の党が分裂、小沢率いる、生活の党に入党、党代表に就任した。2013年1月25日、生活の党代表を辞任、新しい代表には、小沢一郎が就任した。 森は新設の代表代行に就いた。2013年7月、第23回参議院議員通常選挙に、新潟県選挙区から生活の投稿人で出馬するも落選する。2014年11月、第47回衆議院議員総選挙に、田中牧子の不出馬で民主党候補の空白域となっていた新潟国から出馬すると発表。同月、 鈴木勝正の民主党遺跡に伴い、代表代行に復帰する。2014年12月、第47回衆議院議員総選挙に、新潟5区から出馬するも落選。2016年7月、第24回参議院議員通常選挙に、野党統一候補として、新潟県選挙区から無所属で出馬し、中原81を破り3年ぶりに帰り咲きを果たし、 三期目の当選。当面は生活の党と山本太郎と仲間たちに所属せず無所属で活動することを表明した。2016年11月5日、自由党新潟県総支部連合会拡大幹事会で自由党所属が承認された。合わせて自由党と社会民主党で作る参議院院内会派、希望の会に所属することも承認された。 2018年10月23日、沖縄県知事選に出馬した玉木デニーの公認として、幹事長に就任。2019年4月26日に所属する自由党が国民民主党に合流したことに伴い、国民民主党所属となった。2020年8月19日、国民民主党は、両院議員総会を開き、立憲民主党と合流し、新党を結成する案を、 賛成多数で可決。同日、森は、安倍政権を倒すためには、野党が一つになるしかないと述べ、新党に参加する意向を表明した。2021年1月、羽田雄一郎の死去に伴い空席となっていた、立憲民主党参議院幹事長に就任。2004年6月4日の参議院本会議で、年金制度改革関連法案の成立を阻止するため、 国井正幸厚生労働委員長解任決議案の提案趣旨説明に立ち3時間1分にわたるフィリバスターを行って現憲法下の国会における最長演説記録を更新したその内容は身の上話や議事録の棒読みで時間を稼ぐなど中身の薄いものと批判され当時の参議院議長倉田博之から何度も簡潔に 常識の範囲でやってくださいと注意された。終了後、記者団の質問に、これから本題に入るところだった。まだ数時間やるつもりでした。選挙でツ日マイクを握ってても大丈夫ですからと答えている。野党側はフィリバスターのみならず、牛歩戦術なども利用して、疑似妨害したため、同日に与党が予定していた、年金関連法案の可決、成立は、 翌5日にずれ込んだ。2005年6月25日、拉致被害者家族連絡会と拉致議連の合同法官において、1997年に北朝鮮から亡命した元朝鮮労働党初期、校長用と面会した。この時、森は途中退席し、当時拉致議連幹事長だった西村慎吾の許可を得て、個別の具体的なことは知らないが非常に重要な、 機密を知っているがために北朝鮮側が死んだという発表を行った可能性が強い。全員が死んでいるとは考えられないとのファンジャン欲の発言をマスコミに公開した。なおこの森発言は当時拉致議連の事務局長であった平沢克英によって訂正されているが、この平沢発言に対して平沢が会談の内容を独占して、 メディアに取材させるために言った虚偽の発言と主張する救う会関係者もいる。後日混乱を起こしたことにより平沢は拉致議連総会において森に謝罪した。2006年10月11日参院予算委員会において北朝鮮拉致被害者支援の立場から拉致被害者家族が北朝鮮の国民と家族に向けてメッセージを放送するタンパラジオ 塩風を支援するように参議院で提案する。この提案は了承され、政府から NHK に対して塩風への援助要請が行われることとなった。2006年10月11日参議院予算委員会において森は週刊現代の安倍晋三は拉致問題を食い物にしているという記事で安倍が中国朝鮮族の大物実業家に対して 8人の家族さえ帰国させれば北朝鮮として流行ることをやったということでしょうと発言したと書かれている件について質問したが、安倍からは私はそういう記事はいちいち読んでいません。拉致を食い物にしているとかそういうことをこの委員会で言うのは失礼じゃありませんかと返答した。また一部議員からも批判され同年2月より起こったホリエメール問題における 永田久康の言動とも絡めて、まだ民主党は、情報の正誤の確認もろくにできないのかと批判する、声も出た。この発言に対して、自民、公明両党は、同月13日、森に対する懲罰動議が参議院議長にされた。2010年10月21日の参議院構成、労働委員会において、死休経癌の予防ワクチンと、 子宮頸がん検診の無料化を訴える三原淳子の発言を批判した。三原が自身の子宮頸がんの影響による子宮摘出経験を踏まえて女性にとって最も大切な子供を産むという機能を失ってしまったと述べたことに対し女性は子供を産むためにあるような表現で不適切だと批判した。2011年から2012年にかけて野田内閣で 文部科学副大臣を務めた。2019年10月11日、森議員による参議院予算委員会の質問通告が遅くなり、令和元年東日本台風が接近する中、多くの省庁職員が答弁作成のため深夜まで残業することになったと SNS 上で指摘が相次いだ。森の質問通告は遊告以降寂れ式に続いたという。 通告が遅くなれば該当する、省庁職員は、深夜や翌日まで、待機や、答弁の準備を強いられることになる。森は、ツイッター上で、予算意識会質問通告は、11日金曜日16時30分に、提出済みと返信し、それに対し、なんで16時30分に出したなんて嘘つくんですかと、返信が寄せられたため炎上することとなった。森は十五日、 産経新聞の取材に対し、質問通告の時間は守った、もう終わった話だとして、詳細な説明には応じなかった。11日17時までに質問通告を提出した、後も関連資料を追加で政府側に渡したことは認めた。国民民主党の玉木代表は、ツイッター上で、事実であれば、問題、党を代表してお詫びする、事実関係を調べるとツイートした。15日、 元参議院議員の松井浩二が参議院予算委員会の議事振興文書の画像を公開した。これについて16日、原口和弘国対委員長と国会内で会見し、森の質問の時間や内容が省庁から外部に漏えいしたとして、衆参両院で合同調査チームを設けることを明らかにした。また、17日に行われた主要野党の会談に出席し、 憲法51条に対する挑戦だなどと反論した。18日に行われた国民民主党や立憲民主党が設けた調査チームの会合ではツイッターを中心とする SNS 上で出回った参議院予算委員会の質問通告時間に関する文書の画像が観光庁から内部漏えいしたものである可能性が高いという指摘がなされ、 内閣府に発信者を特定するように要求があった。一方、21日、国民民主党の玉木雄一郎代表は、内部告発を保護する観点からすると、特定することで、萎縮効果を与えてもいけない。今回、問題となった情報がどれだけ秘匿性の高い、保護すべき秘密だったかも含め、しっかりと検討しなければならないとコメントした。 11月8日の衆議院経済産業委員会での足立康氏の質問により森裕子の質問通告が参議院予算委員部から正式に内閣総務官室に送られたのが10月11日の22時であることが明らかにされた16時30分に送られたのは質疑者の氏名順位時間及び出席を求める国務大臣を記載した文書で 質疑内容は記載されていなかった。2019年10月15日の NHK 中継内の参院予算委員会質疑で毎日新聞の記事をベースに現営紙と密接な関係にある会社が特定提案者からお金を受けてコンサル業務をしていた国家公務員だったら圧戦利得、収賄で刑罰を受けると主張。それに対して 原を含む15名の有識者を発起人として、森氏を除名などの懲罰に処すとともに、再発防止策を講じるよう求めるとする、署名活動を開始した。原は23日に国会内で記者会見を行って、森の発言について事実関係を全面否定し、国会議員による不当な人権侵害は許されるべきではないと強調した。11月13日、 森優子が現英氏の自宅住所が記載された資料を自身のホームページとツイッター上に公開していたことが報道された。この資料は原に関する社団法人の登記資料で森が7日の参院農林水産委員会で質問を行った後に公開した。8日に原の指摘を受け住所部分を黒塗りにして再公開した。13日森は国会内で記者団に対し 個人の住所という認識がなかったと釈明した。14日には国民民主党の河井隆則議事が参院議員運営委員会理事会において今後このようなことがないようにしたいと謝罪した。19日には日本維新の会が森に対する懲罰を検討するよう三東明子参院議長に文書で申し入れた。20日 国民民主党の玉木雄一郎代表が記者会見において森による個人情報漏えついて陳謝、質問通告問題についても改めて行くべきところも多々あると指摘した。2021年6月11日の参議院拉致問題特別委員会において拉致問題解決のため北朝鮮への新型コロナウイルスワクチンの提供を提案した。森は長年にわたり、 拉致問題が進展しないことから、日本の新たなアクションとして、北朝鮮に対する制裁緩和が必要があるとし、北朝鮮がどんな反応をするかは知らないとしながらも、こちらが優しさを見せればきっと何かが起こるはずであるとして、その具体的方策として、新型コロナウイルスワクチンを提供すべきだと主張。また、北朝鮮にワクチンを提供する予定のない、日本政府には、 拉致問題解決のための本気度が感じられないと批判し、それに対し、モテギと外務大臣は、北朝鮮自身はコロナの感染者は出ていないと言っている。ワクチンが欲しいと国際社会に示していない中でどうするかという対応になると述べた。コバクスを通じてワクチンを入手できるとする政府答弁に対しては、北朝鮮は査察と、 セットになるコバクス経由でのワクチンは嫌だと言っているとして日本政府による直接提供を求めた。2010年1月に衆議院議員石川智弘が政治資金規制法違反の容疑で逮捕されると検察をトップとする官僚機構と国民の代表である民主党政権との全面的な戦争。一致団結して最後まで戦うと検察の姿勢を 批判した。2010年1月19日、窓かより子と共に、検察は、取り調べの録画、録音など自分たちに不都合な制度を推し進めようとしている民主党政権を潰そうと強引な捜査をしているなどと検察当局の捜査を批判し、当時の法務大臣、千葉慶子に適正な捜査を求める申し入れを行うことや、逮捕された。 石川智博の釈放を求める活動を行うことを宣言。2010年1月27日には上記の検察の手口を公の場で説明するために民主党衆参国会議員閣議これを読めば石川議員逮捕の背景がわかります。と書かれた文書と検察批判記事の載った日韓現代を民主党議員に配布した。2004年 検察審査会に強制基礎権限を持たせる検察審査会法改正案に賛成票を投じたが、2010年に検察審査会によって小沢一郎に対する基礎議決が行われて、以降は検察審査会の強制基礎機能を批判している。2002年に鈴木宗男事件で鈴木宗男が逮捕された後には、政治家はみんな悪いことをするんだね。 結局みんな鈴木胸をになるんでしょうと言われ、私は言葉を失いましたと、鈴木が悪いことをする政治家の代表格であることを前提とした発言をしていたが、2009年に民主党が告発した議員証言法違反を含む4つの罪で、鈴木の有罪が確定し、鈴木が失職した際には、無実の政治家が容易にバッジを奪われると鈴木を擁護するコメントをした。 2012年には日本の検察と裁判所の組織的腐敗の実態を告発する著書、検察の罠を日本文芸社から出版した。ありがとうございます。